い、皆さんどうもこんにちは、牛井です。今日はですね、福島の、クリエイターの友達と、ちょっとキャンプの方に行っていきたいなと思います。なのでね、これから、Vlog をお楽しみください。どうぞ。あ、久しぶりだった。はい、というわけでね、コテージの方に着きました。ここはですね、福島県の須賀川にありますコテージでして、ここのね、家以外にも、あっちにもう一個あって、あそこにお風呂もあって、あと焚き火するところもあって、エアストリームもあってみたいな、めちゃめちゃ広い敷地で、もう1日1組限定のもうプライベートキャンプ場みたいなところですね。ちょっとね、雨なのが残念なんですけど、これからね、ちょっと楽しんでいきたいなと思います。開けたの。泡やん。下手やん。めちゃくちゃ下手やん。乾杯。はい、というわけでね、今、あっちの方で、バーベキューが終わって、今ね、エアストリームの方にちょっと移ってきました。で、今日ね、参加しているみんなは、福島県をね、拠点に、活動している、カメラマンだったりとか、クリエイターなので、ちょっとね、そういう映像の話とか、そういうのをね、ちょっと久々に語っていきたいなと思います。はい、皆さんおはようございます。というわけでね、今日は2日目始まりました。まずはね、やっぱり朝ごはん。やっぱね、この自然の中で食う飯っていうのがね、一番うまい醍醐味だね。醍醐味だ。はい、というわけでね、ご飯も食べ終わって、これからね、あと片付けをして、車にね、荷物積んだりとかして、帰ろうかなっていう感じですね。いや、今回もいい旅でしたね。帰りますか、ジャリアさん。帰ろう。行きますか。わっと。わい。ハハ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